では続きやっていこうと思います。では散歩をしてこいって言われたので外に出てきました。でエマちゃんがいます。でエマちゃんに話しかけます。お別れだな、しばらくの間な。この木に巻きついた根から何や不思議な力を感じる。一緒に来てくれればいいのにね、エマちゃんね。あなたも眠れないのね。私もよ、なんだか眠れなくって。ねえ、この木覚えてる？子供の頃この木にスカーフを引っ掛けて私お泣きしたんだよね。でもあなたは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。そういえば成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私子供の頃からちっとも変わってないわね。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後勇者は星になって今もこの世界を見守ってるらしいわ。ほら、あの星よ。あなたが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。一緒に来ないか。薬草要員が必要なんだ。もう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。じゃあね。ボイスアイだとめっちゃ切ないな、ここのシーン。わー、え、またムーは自分の家に帰るとベッドに入り眠りについた。そして夜が明けた。ん？で、この服であるよ。本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。忘れちゃダメだよ、あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。はい、そうだわ。花向けとしてあんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。母ちゃん、これ使えないお金。ごめんなさい。向かう前に村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をして。道具屋も行けない、ごめんなさい。さあ、村のみんなもあんたの旅立ちを見送ろうと集まってるわ。準備ができたらあんたも来るんだよ。せっかくお金をいただいたのに、私は何に金を使えばいいんだ。家事にもお金ってかかんなかったよね。材料さえあればとトンテンカンテンやればよかったもんな。うわー。ちなみにいくらくれたんでしょうか。182ゴールド、100ゴールドぐらいかな。あ、どうも。ピルラから聞いたぞ。痛みに出る使命を背負っているんだとな。まだ若いのに酷じゃの。この坂を下っていて川を渡った先にみんな道具屋を進めてきてる。馬が草食べてて動いてくれ。今度ここか。あ、そうだ、クエストもあるんだよねこれね。どうしたもんかな。あー、そう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 、風切りの羽、なんか懐かしいな。まあ、ちょっととりあえず受け湯だけ受けといて先に進もうかな。はーい、
そう、11の時はね、このね、クエストも全部やったからね、全部。一応ね、今回の旅の終着点としては、裏ボス倒して終わりかなって感じかな。うん。あと回収してないコンテンツを、ちゃんと回収して、って感じなので、11の実況よりは、どうだろうな、もしかしたらちょっとやり残しが出ちゃうかもしれないんですがね、まあ、ストーリーはね、全部追いますので、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。セーブしよう。よし、お祈りお祈りお祈り。でもさ、これさ、縛りプレイ結構きついけど、でもやっぱり全部縛ってもクリアできるように調整されてるよね。どうなんでしょう。そうだね。いやもう私さ、イレブンやってるからさ、これ縛りだと超きついだろうなっていう、ボス戦とかさ、フィールドとか結構あるんだけど。はーい、装備できないんすわ。あ、なんて魅力的な方だろう。心臓がドキドキしてくる。ちょっと、ショタの趣味を持ってしまいましたかね。あんた、僕が見えなきゃおかしいな、見えるはずないんだけど、だって僕死んじゃってるからね。すごい、今のところかぶりないですね、これ嘘のやつ。すごいすごい。魔物と戦ってどんどん戦いの経験を積んでいくんだ。ただ自分より強い魔物との戦いで危なくなったら逃げることの大切さは無理は禁物だからな。あ、ちょっと行っちゃいましょうか。お母ちゃん、はい、さあ、おいき。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。お主の祖父テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。テオがお主を拾って、いや、連れてきたのは確か16年前じゃったの。ごく普通の子供だとばかり思っていたお主が、まさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄。その昔、大いなる闇を払い世界を救った人物と聞く。お主がそんな大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが、まあ、テオが言うならそうなんじゃろうな。デルカダールの王様に会ったら、くれぐれもこの村のことをよろしくな。勇者様を育てた村ということで、王様から何か褒美がもらえるかもしれんからな。はい、村長、そりゃはしたないですって。売り込みは大事やね。冗談じゃよ、冗談。ともかく、この先お主にはわしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん、うん、故郷を離れ旅に出るお主にこのロトゼタシアの地図を授けよう。道に迷った時はこれを見るのじゃ。はい、ムーンはロトゼタシアの地図を受け取った。で、馬ですよ、馬。よしよし、この馬もお主に授けよう。村一番の器量よしの馬じゃぞ。村を出てまっすぐ北へ向かえばデルカダール王国じゃ。うん。あんたは自慢の息子さ。辛いことがあってもくじけずに頑張ってくるんだよ。はい。割とね、ちょっと急展開なんだよね、旅立ちのきっかけが。はーい。待って、あ、嫁が来た。これ、受け取って。昨日あなたが旅立つって聞いて急いで作ったの。そうね、エマちゃんの守りね。はい。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、そのお守りをしっかり身につけていくのよ。はい。どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいても
この村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね。よし、ということでフィールドに出まーす。いや、これね、ちょっとね、私モモンジャで死んだのでちょっとね、マジでね、レベル上げしないとやばいかも。前乗ってる間は、歩いてる時はもう早く移動することができます。馬から降りて先に進んでもフィールドにある馬呼びの鐘を鳴らせばどこかは友の子、あなたの馬が駆けつけてくれます。よし、ということでだな。まあ、装備できないんですけど、うわー、え、またのお守りよし、あ、こんにちは。ここで被ったの。やっぱりなんかパターンがいくつかあるんだな。はい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 。村長から馬と地図をもらったようだな。それじゃお前にいいことを教えてやろう。俺の隣にあるのは馬呼びの鐘といって、こいつを鳴らせば馬がすぐに駆けつける。馬で移動したい時に鳴らすんだ。道迷ったら Y ボタン、地図を見るといい。地図を見てやるとき A ボタンを押せばさらに詳しい情報がわかるぞ。今俺が言ったことは作戦の中の旅の心に乗ってるか穴を押さえてしまったら見てみるといい。ありがとうございます。じゃあ、ほんとね、なんか限界集落みたいなところなんだよね、石の村ってね。よいしょ、あ、ちょっと降りようかな。よいしょ、馬降りて、モンスターとかが出てくるからね、ちゃんと戦っていかないと道中絶対詰む。まあね、あのレベル上げとかやってるときはさすがにカットはしますけれども。広い、おりますわ。あ、まあ、なんかシンボルエンカウントって感動するよね。なんかね、あの世界に溶け込んでる感がすごいするわ。じゃあ、さて、じゃあ体験の力をちょっと見たいな。よいしょ、あ、いや、お、なるほど、一発で倒れてくれる。いてててててて、あ、ちょ待って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 、スライムで死ぬなんて嫌だ、危なー。でもそっか、ちょっと待って、これ宿屋とかはどうなるんだ。これでも宿屋は使えるもんね。そうだよね。なんか戦闘のたんびにさ、回復したりとかしないと薬草そんなポンポン使えないからな、お買い物ができないから、ちょっと大変だよな。そう、イレブンはね、あのキャンプ地があってね、確かそこで回復もできたような覚えがあるから、とりあえずちょっと進むか。進もう進もう、ちょっとキャンプ場まで。てっ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 て、これ見て見て、かわいいよね。洞窟の中も行けましたっけ、馬で。なんかイベントとかあったら終わるんだけど、なんか覚えてないな、イベントあったっけな。キャンプ場まで、あー、ドラキー、危ねー。お、いた、ズッキーニャ。ズッキーニャだよね、合ってるよね。よいしょ、これ目の前に見えてきたと思うんですけれども、ここでね、なんかね、セーブとかができたりしますね。おい、そこの兄ちゃん。お前さん、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぜ。ありがとうございます。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。うん、何、こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって。安心しな、女神像、あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ、あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ
習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。うん、こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。そう、大事です、ね、最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制する者は旅を制すってな。無駄にイケボでしたね。お前さんに伝えたいことは以上だ。はい、キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。この人そんな大事な人だったっけ。失礼ですが。大事な人でしたっけ。あんま覚えてないな。あ、いえ、大丈夫です。じゃあちょっとね、レベル上げとかもろもろやってくると思います。ここでね、キャンプをしますよ。すごいね、これね、あのタダでできるから、そう、あのお買い物もできるんですよ。ただで休めるし、セーブもできるしっていうのでね、キャンプはいいことづくめですね。まして確かルーラーのポイントにもなったよね、ルーラーポイントにも。だからもう積極的に見つけるのがいいですね、キャンプポイントはね。はい、ということで、じゃあちょっとレベル上げしてこようと思います。はい、ということでね、レベル上げやってきました。今ね、強さがレベルの7、レベル7ですね。いや、多分ね、このね、デルカナール入るまでは、ね、レベル7以上は上がらないです。で、なんでかっていうと、この楽な戦いは経験値なしっていうのが響いてるわけですよ。もうこれがね、あのね、もう、やばい。やばい。ということでね、この、多分ね、レベルとモンスターが結構紐付けられてて、例えばなんか次レベル8になったらこのモンスターからじゃないと経験値もらえないとか、多分そんな感じですね。はい。いや、ここにデルカダール入るまでの最強モンスターはね、モモンジャでした、モモンジャ。だからまあちょっとね、まあもうモモンジャから経験値はもらえないんですけれども、まあ実際はどうなのかなっていうのはね、ちょっと一戦やろうかなと思います。よし、オッケー。でもさ、ホイミ覚えるまでが超地獄でさ、なんか薬草もそんなポンポン使えないから、お買い物できないからね。だからホイミ覚えるまで、なんか、キャンプ場の近くで、レベル上げとかしてたんだけどね、なんかね、2対3とかになるわけですよ。もうそれで殺されたりとかやばかったわ。あ、ちょっと待って、ちょっと私こっち側行ってないから、ちょっと見たいな。ここ何だったっけ？よいしょ。だからまあレベル上げをして、それで馬で移動するっていうのがいいかもしれんね。よし、あ、こっち、あ、いけないのか。どうもこんにちは。デルカナール城から派遣され、人々が通らないようここの見張りを行っている。この先のデルカコスタ地方にはここらよりも強い魔物がいるから危ないから通行止めはしているんだ。あ、ご苦労様です。ということで、じゃあちょっとモモンジャ狩りに行こうぜ。モモンジャ今回はちょっとね、モモンジャ狩りして終わりかな。ちょっとデルカダール入るのは次回にしましょうか。はい、やばいよ、ほんと。もう、あ、でもね、ホイミ覚えたらね、ちょっと楽になったかな。回復ができるから。はい、もうこの辺の敵もね、全部もう経験値入りません。入らない、入らない。あ、なんか、あ、いやいやいや、モモンジャかわいい。よし、じゃあ一回に縛りプレイ試みた時に、まあ、あれ一番最初のパートぐらいで話したかと思うんですけれども、モモンジャに殺されてるんですよね。あ、あ、ちょ、なんか、あ、眠り多そうな、ちょっと申し訳ないな。あと、なんか戦ってみて思う、ほら、やばい、12とか食らうんだけど。あ、よかった。はい、ほら、これ見て、楽な戦いだった経験値なしってお金しかもらえないんですよ、もう。ひーって思うよね。よいしょ、あれ何を話そうとしてたんだっけ。まあいっか、じゃあちょっと動こう。よしよし、おっけしそう。ちょっとなんか寝込み襲っちゃって申し訳ないから、なんか起きてるもんもんじゃ倒そうかな。まあ経験値もらえないんだけど。ホイミ大事だよ。あとね、次欲しいのルーラだね。ルーラ超欲しい。ピンチの時にさ、すぐに戻れるように。で、どう行くの。こうか。よし、綺麗な枝、ちょ、ムーンさんみたいな枝ですね。よしよし、あ、いたいたいた、モモンジャ。
やまだね、あの1匹ずつね出てきてくれるからいいんだけどね。なんかテイルズのさ、なんかエンカウントリンクみたいなあんな感じだったらね、もう終わるわ。まだ1匹だから、あーちょっとちょっと、これはちょっと、あ、よしよし、あ、そう、あとね、ゾーンがね、めっちゃ大事、ゾーンが、よいしょ。ゾーン状態になると、あの通常の攻撃もね、あのちょっと強くなるんでね。よし、オッケー。まあ、こんな感じですよ。オッケー。あれ、うま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 。まだそれら覚えてないからさ、そう簡単にポン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 キャンプ場に戻れないわけですよ。だからね、もうなんか戦闘終わったら必ずホイ見かけてたね。ということで、まあデルガダールが見えてきたんだけど、じゃあ今回はここで終わりにしておこうかなと思います。じゃあ次回ここ入っていきますよ。まあ探索とかもね、まあちょっと新たな気持ちで、ほんと2年ぶりにやるからこのゲーム、私もまあちょっとね、しっかりやっていこうかなと思っておりますのでね、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。